チャット一人会です。今日は最近読んでいる漫画の話をしようと思います。主にアプリで読んでいる漫画ですね。私は昔の結構前の方の iPad で読んでいることが多いです。で、じゃあ順番に話していきます。まず一番よく読んでいる、よく開いているアプリ、漫画のアプリがジャンププラスなんですけど、ジャンププラスで読んでる漫画結構いっぱいあって、その中からまあそうですね、ずっと読んでるものと最近読んでるものとぐらいちょっと紹介というか喋ってたらなぁと思います。ではまず1個目がですね、 2.5 次元の誘惑という漫画なんですけど、誘惑って書いてリリサって読むらしいんですけど2.5 次元の誘惑で、これはもうすでに今コミックス20巻ぐらいまで出ていて、連載も4年ぐらい続いてるのかな。2019年からやってたと思うんで5年ぐらい続いてるんですかね。だからまあ有名な漫画、20巻やってて、5年ぐらいやって、で今ちょうどネットフリックスとかでも見れるんですけど、アニメが始まったところですね。1話から始まったところです。だからまあ今更そんな有名な漫画に触れんのかみたいな感じになるかもしれないですけど、まあそのなんていうんですかね、ある意味とっつきにくい漫画なんで、読んでない人結構いるんじゃないかなと思います。まあ僕自身も漫画の存在は知ってたんですけど、結構前から知ってたけど、まあジャンププラス開くと出てくるんで、でもこの間初めて読みましたね。まあ、ジャンププラス自体ほんまにそれこそ5年ぐらい前から読んでるんですけど、それまでずっとこの 2.5 次元の誘惑リリサっていうのは、読んだこと1回あったかぐらい、全然なかったんですよね。まあ、どんな漫画かというと、リリエルという漫画のキャラしか愛せない漫画研究部の奥村っていう男が主人公で、まあ、高校生ですね、主人公なんですけど、その奥村の前に現れたのが、リリエルのコスプレに命を懸ける新入生リリサだったというような漫画です。女の子ですね、新入生の女の子、1年生のリリサっていうのがその主人公奥村のこう愛するキャラクターリリエルのコスプレに魂をかけてると。だからまあすごいこう何ですかね、こう人を選ぶというか難しいですけどね。そういうの好きな人は好きやし、興味ない人は全然興味ないんで、そういうやつやったんで僕は全然この存在をしてたけど読んでなかったんですけど、うん、まあいわゆるこう入り方、この導入はですね、オタク向け学園ハーレム漫画なんですね。これがピンとくる方はある程度教養のある方だと思うんですけど、まあ、言ってしまえば、こう、都合のいい、モテない人が、こう、都合のいい、モテないオタクが、都合のいい可愛い女の子にモテるみたいな、そういうテンプレがあるんですけど、まあ、昔からあると思うんですけど、まあ、そういう感じの導入、まあ、導入というか、ずっとそういう感じで続くんですけど、そんな感じの漫画なんやなって思って、でなんでこれがこんな人気あんの、まあ、こういう漫画に対しての人気っていうのは一定数ずっと昔からあるんですけど、どんな漫画なんかなと思って読んでたら、2巻ぐらいからですね、すごい、バトル漫画になりました。バトル漫画ってどういうのかっていうと、まあ、戦って仲間を増やしていくっていうような感じの、そういう熱いバトル漫画でしたね。
まあ、実際に殴り合うとかっていうわけじゃないんですけど、これコスプレをテーマにしてる漫画なんで、コスプレバトルというような感じですね。いわゆるこう、王道ジャンプ漫画をすごいやってます。これは、読んでみるまでわからなかったですね。こんな漫画やったんやっていうのが、もう、なんかね、まあ、コスプレバトルの少年漫画っていう感じなんですけど、もうその、顧問の先生とかが、もうコスプレ部の顧問になってもらう先生っていうのが出てくるんですけど、その人がね、元四天王とかね、バトル漫画なんですよね。で、その、コスプレ四天王っていうのがいるんですよね。で、こう、一人ずつこう、戦っていくっていうか、共闘していくっていうような、もう、どういう話なんっていう感じだと思うんですけど、この話だけ聞いても、もうね、めちゃくちゃ熱血なんですよね。ジャンプ的熱血展開がもうずっと続きます。ただまあ、絵はすごい可愛らしい女の子とか、そういうのばっかりで、その、なんていうんですかね、アニメのキャラクターのコスプレを頑張るっていう、だからパッと見全然そういう漫画ってわかんないんですけど、読んでみるとめちゃくちゃ熱いんです。まあ、この熱いっていうのもすごい偏ってて、まあ、これジャンプ漫画やけど、すごいこう、オタク語りをするんですね。なんていうんですかね、主人公もそうやし、その、コスプレを、リエルのコスプレをやるリリサっていう、まあ、これも主人公やと思うんですけど、主人公、どっちもすごい、オタクっていう設定で、どう言ったらいいんかな。しかもちょっとやっぱり僕らの年代の知識っていうのがすごい出てきたりとか、まあ最近の話とかも出てくるんですけど、オタクネタめっちゃ出てくるんですね。だから、読んでいるオタクはすごい、こう、楽しい、共感するというか、まあ公立中とかね、ニコ中とかね、まあオタクによるこのオタク参加っていうような感じの作品でした。もうね、話もやっぱすごいんですけどね、そのオタク語りだけじゃなくて、まあ、バトルオタクってあって、まあ、その、まあ、オタク参加っていうところはね、かなり踏み込んで描かれてますね。だから、どこまでどういう人に通じるのかっていうのはわかんないんですけど、オタクの人が読んだらもう、歓喜っていうような作品です。今んとこね、一番面白かった、ショーというか話がですね、漫画家のお父さんが出てくる回ですね。これはもう当時連載、まあ今も連載してるんですけど、その話が出てきた当時、すごいツイッター界隈とかで盛り上がってたような気がします。私読んでないけど、なんかそれ回ってきたんで、その、まあ、このコスプレバトルの仲間の4人目のアリアっていうキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターの、お父さんっていうのが漫画家をやってて、けど幼い頃にその親が離婚してるんですね。で、お父さんじゃなくてお母さん側についてたんですけど、そのお父さんの漫画家、まあ漫画家のお父さんを、まあ、ずっと連絡を取っていなくて、で、自分がお父さんの漫画のキャラクター、お父さんの漫画を好きやったっていうことをすごい、こう伝えたいっていう気持ちがあって、そのお父さんの漫画のキャラクターで、夏コミでコスプレするっていう、そういう話なんですけど私すごいにわかなんですけど、まあコミケっていう、そういうなんていうんですかね、祭典があって、そこでこうコスプレ会場というか、まあなんかそういうのがあるんですね。だから私あんま詳しくはないんですけど、その夏のそのコミックマーケットで一番注目される場所で、いろんなメディアとか、ツイッターとかで取り上げられて、それがお父さんの目に入ったら、またお父さんにと連絡取れるかもしれないというか、お父さんにこの自分が漫画好きだったっていうことを伝えられるかもしれないっていう気持ちで、そのコスプレの、まあ、大会というか、まあそのコミックマーケットに出るっていう、そういう話なんですけど、うん、これはもう多分今連載中でその20巻まで出てる中では一番熱い話だったんじゃないかな。未だにこれを超える話は出てないと思います、この漫画の中で。
まあそれでも全然、それが、なんていうんですかね、ピークっていうわけではないんですけど、漫画はその後もずっと面白いけど、まあそこはやっぱり、今のところ一番面白かった話でしたね。まあ最近だと、そういう、この漫画の中の、まあ最近の話だと、コスプレっていうのが、二次創作なのか、まあコスプレとか二次創作っていうのが、生産なのか消費なのかみたいな話もすごいしてました。それに対する回答とかもこの漫画の中であって、まあ漫画の中でこれ言ってるんですけど、オタク文化においての生産と消費って境界はないんじゃないかっていうことをこの漫画では回答してます。この作中のその、まあ漫画家のキャラクター、がそれを言ってるんですけど、その、まあ、さっきのお父さんですね。お父さんが言うんですけど、その創作物っていうのはよく0から1を生み出すとか言われてるんですけど、その本当に0から1を生み出してるものなんてないっていうんですね。どんな創作物でも何かの影響を受けているとか、その、まあ、1から生み出してる何もない情報が何もないとこから生み出されてるものっていうのは存在しないと。それってコスプレとか二次創作とか原作があるもののパフォーマンスだったり二番煎じと言うとあれですけど、その二次創作とその何が違うの、創作物と二次創作ってどこまで境界があるのかみたいな、そういう話をしてました。ちょっと全然まとまらないんですけど、すごいこうオタク界隈での深掘りテーマみたいな、そういうことがよくあります。毎章ごとにあるかな。なんか最近の章では、その生産的じゃない趣味とか、何の意味があるのかみたいな、そういう話をしてましたね。その、例えば、クリエイターになって稼ぐとか、世の中に何か価値を生み出すとか、そういうことを、しないでオタク趣味って何のためにやってるのみたいな、そういう話をすごい深掘りして語ってたりとか、いやーすごい面白いんですけど、どこまでどんな人に通じるのかっていうのが難しいですね。まあ、オタクの人は読めば全員面白いと思います。そのジャンプ漫画読んできた、そのバトル漫画好きやった人もまあまあハマれると思います。で、コスプレ別に僕全然興味ないですけど、コスプレとかそう学園ハーレム女の子にチヤホヤされるのとか面白、そういうのに興味がなくても面白いですけど、いろんな要素があります。そういうのが好きな人ももちろん楽しめると思います。僕は好きなキャラクターは荻野さんっていうカメラマンなんですけど、この人のデザインが好きですね。いかにもオタクっていう感じのキャラクターってやっぱり、なんていうんですかね、安心する、安心するって言ったらおかしいけど、好きですね。単純に。荻野さん、かっこいいです。あとは、作中作なんですけど、アシュフォード戦記っていうのは、すごい気になりますね。この、なんていうんですかね、主人公が好きなアニメのキャラクター、リリエルっていうのは実在しないんですね。作中作なんですね。だから、その、どんな話か分かんないんですよね、実際には。作中の中では、あたかも名作として存在するけど、その、現実にない物語なんで、それってどんな話なんかなって、もう読んでたらずっとやっぱ気になりますね。だから、作中作どっかで描いてほしいですね。アシュフォード戦記。はい。じゃあ、2.5 次元の誘惑は、これぐらいで。まあ、これ、なんか、誘惑って多分言ってる人いないと思うんですけど、まあ、リリサっていうタイトルやと思うんで、はい。じゃあ次。ジャンププラスで、これもずっと読んでるやつなんですけど、勇者アバンと極炎の魔王。まあ、これはまあ、そんなんばっかりかみたいになるんですけど、大の大冒険っていう、昔僕が小学生ぐらいの時にジャンプでやった漫画の前日譚ですね。そこに出てくる、まあ、その当時やってた
漫画の主人公がダイっていうんですけど、そのダイの、先生、アバン先生っていう人が、まあ、元勇者なんですね。昔魔王を倒して、今新しい勇者を育成する、なんていうんですかね、先生をやってる人が、まあ、勇者アバン先生なんですけど、その、まあ、師匠というか師匠みたいな人ですね。だその師匠が当時いかにして勇者となって、当時の魔王ハドラを倒してこう魔王軍を退けたかっていう前日談をやってる漫画です。これだから大の大冒険って、僕小学生の時なんで20年以上前なんですね。20年以上前の漫画の前日談をここ数年連載してて、最近というか、まあ、まだやってるんですけど、もうちょっとしたら終わりそうなんですけど、これがめちゃくちゃ出来が良くて、原作者がまあ同じなんですよね。その大の大冒険と同じ原作者が、今回の、勇者アバンと極限の魔王の原作もやってて、作画の人は一応変わってるんですけど、もうそういうのは全然気にならないぐらい、もうすごい忠実というか、この大の大冒険へのこの、なんていうんですかね、伏線じゃないけど、こう、ちゃんとつなげるんですよね、物語を。この、それがすごい細かいとこまでつながってたりとか、大の大冒険読んでた時に、なんかこれってどういうことなんかなって思ってた疑問をここで、描いてたりとか、その、大の大冒険好きやった人は全員読んだ方がいいっていう、そういう漫画ですね。で、こっから読んでる人ってもちろんいるんですね。ジャンププラスで連載されてるんで。で、こっから読んだ人が、大の大冒険をもう一回読み出したりとか、大の大冒険は、アニメをもう一回放送し直したんで、それをもう一回見てる人とかいたりとかして、まあなんかこう、単体でもいいし、両方読めばよりいいっていう、そういうすごい出来のいい漫画です。でこれもね、コメント欄、ま、もう原作のその元ネタっていうか、その大の大冒険とどう繋がってんのかみたいなのをね、みんなコメント欄でみんな解説してくれるんですよね。僕、全然覚えてないようなことをみんな知ってて、うわ、すげえな、こいつら、と思いながら、読んでます。もうすぐ終わるんで、ちょっとね、残念なんですけどね。はい。だいぶ喋ってしまったな。じゃあ、あんまり、時間が、伸びてるんで、あとはもうちょっと、端折っていきます。最近、始まった漫画で、これもジャンププラスで、ドランクバレットっていうやつを、ちょっと読んでます。第一次世界大戦の機関兵が、お酒を求めて帰国したんですけど、まあお酒を求めてっていうか、お酒がすごい好きやって、戦争終わったらやっと酒が飲めると思って、アメリカに帰国したら禁酒法時代になってたっていう、そういうなんかかわいそうな話で、もうすごいお酒飲みたくてしょうがないから、アメリカ中の違法密造酒とかを求めて旅立つっていう、そういう漫画です。まあアメリカをこう旅行するっていうような話なんですけど、その、禁酒法時代って、まあ、映画とかやったらね、アンタッチャブルとか、そういう時代で、まあ、マフィアが大体、その、お酒を牛耳ってるんですね。で、その、なんていうんですかね、違法やけど、お酒が飲める場所みたいな、スピークイージーっていうのが出てきたりとかして、まあ、なんか雰囲気とかもすごい面白いですね。かっこいいし。で、まあ、主人公は第一次大戦ですごい活躍した兵士で、まあ、それがすごい、こう無双するっていう分かりやすい少年漫画なんで、まあ読みやすいと思います。これまだ、なんか始まったばっかりなんで、ちょっと今後どうなっていくかっていうのが楽しみです。はい。じゃあ、あとは、そうですね。漫画ワンっていうアプリ。これは多分、小学館系列かな。ちょっと忘れましたけど。漫画ワンっていうアプリで読んでる漫画がですね、ロボーの藤井っていう漫画。これはちょっと奥さんにたまたま教えてもらったんですけど、ロボーの藤井、藤井はカタカナですね。ロボーの石のロボーですね。これがね、藤井っていう人が、まあ、主人公なんですけど、会社にいる派遣社員なんですね。で、すごい地味な男性の藤井さん。
藤井さんがすごいこうなんていうんですかね、結婚式に呼ばれたことないとか、なんかその会社のなんていうんですかね、グループというか、そのオフィスで飲み会に誘われないとか、こうすごい地味な感じの人なんですけど、中年なんですけど、なんかこう実はいろんな趣味を持っていて、でその趣味も別に全然うまいとかじゃないんですけど、なんかそのお金もない派遣社員なんで、お金もない友達もいない孤独な中年男って見えるけど、なんかこう藤井さんはいろんな趣味やってて人生楽しんでるなっていうのがこう見て取れる、そういう漫画ですね。藤井さん、こう人からどう見られてるかとかあんま気にしないんですよね。いつも自分のペースで自分のやりたいことをやってるだけっていうのをね。で、その会社にいるそういうなんか、なんていうんですかね、若い男性とかがすごい羨ましがるんですよね。そういう人らは、こう、藤井さんを見て、なんか、こう、なんていうんですか、自分にないものを持ってるっていうか、こう疲れてる男性が見て癒される藤井さんみたいな。まあ男性だけじゃないんですけど、女性もそういう感じで出てくるんですけど、で、こう藤井さんにやっぱちょっと友達になりたいなってなって、藤井さんの家に遊びに行ったりとかするようになるっていう。で、最近は結構これ続いてて、最近はその藤井さんの、学生時代の話とかね、いろいろ出てきて、結構藤井さん転校が多かったらしくて、その学校で、こう友達は、まあできては、離れできなかったりとか、こういろんなエピソードを残してたりとかするんですけどね、それがこうなんていうんですかね、こう弱い人間に希望を与えるというか、なんていうか、面白いです。ぜひ読んでみてください。これは漫画ワンというアプリで読みますんで、はい。じゃあ最後にこれヤンジャンっていうアプリ、ヤングジャンプのアプリですね。ヤンジャンっていうアプリで、まだ10話ぐらいしかやってないんですけど、バカ女26時っていう漫画。これも、まあ最近かな、最近読んでます。これはですね、学生時代に同級生だった女性2人が、深夜のファミレスで会話してるところから始まる漫画なんですけど、一方の女性が、もう一方の女性の旦那を殺害したっていうところから、まあ会話なんですよね、それは。なんで私の旦那を殺したのみたいな、そういう会話から始まるんですけど、なんかそのまま二人で国外逃亡することになるっていう、そういう話ですね。これ何が面白いんかなと思って読んでたんですけど、まあ僕のすごい個人的な視点なんですけど、そのままパスポートを取って、まあ、ベトナムに行くんですね。で、ベトナムで、女二人で、こう、なんかこう、コネというか、つてというか、その、友人をたどって、その、なんかいろいろするっていう。まあ、それが僕は単純に羨ましいだけなんですね。なんて言ったらいいかな。海外逃亡じゃないけど、その、なんかその、危ない海外旅行みたいなのに、僕は個人的に昔から憧れがあって、はい。それを、こう、疑似体験してるような気持ちになれるっていうだけで、まだ10話ぐらいしかないんですけど、今後どうなるか全然わかんないですけど、それだけでちょっと追っかけてます。はい。まあ、この漫画アプリ、いろんな漫画アプリあって、それぞれで、まあ、看板になってるような漫画あったりとかね、いろいろあると思うんですけど、アプリのいいとこってコメント欄ですね。毎話ごとにコメント欄すごい、なんていうんですかね。面白い漫画やったら盛り上がってて、意見交換とか、それこそ大の大冒険みたいに、わからん元ネタを解説してくれたりとか、あと、まあ、見どころを教えてくれたりとかね。めっちゃ一緒に盛り上がったりとかね。こう、一緒に読んでる気分になれる。っていうのがいいとこですね。で、コメントにもやっぱその、なんていうんですか、いいねボタンみたいなのがあって、そのスターシステムっていうんですかね、このコメントの評価が高いものが順番上に上がってくるっていうことをやってるんで、上の方のコメントを読んでるとやっぱり、その、今回の話がどうやったっていうようなの、なんかダイジェスト的な印象というか、うん、
まあ、みんながこう思ってるんやなっていうのが分かったりするんで面白いです。じゃあ、漫画アプリの話はこれぐらいで、まあ、ほとんど 2.5 次元の話になったと思うんですけど、まあ、興味あったら、読んでください。まあ、今日僕が喋った漫画はジャンププラスで 2.5 次元の誘惑、勇者アバンと極炎の魔王、ドランクバレットで、漫画1でロボーの藤井、ヤンジャンでバカ女26時っていう漫画でした。では終わります。